過去の歴史に物申す。私はバーチャルモモーチューバーの r の物申す。皆さん、ロシア外相の発言を耳にしましたか彼は北方領土問題について全ての領土を巡る論争は終わった。と断言しました。これに対し、私たち日本人はどう反応すればいいのでしょうかまず、ニュースを詳しく見てみましょう。ロシアは、ウクライナ侵攻を受けての対路制裁が理由で、北方領土問題の交渉を一方的に中断。そして、今になって領土問題は終わった。その立場を公言しています。悔しいですが、戦後、ロシアが土地を返還した前例がないのも事実。 そ,それでも私たちは北方領土を諦めてはなりません。なぜなら、それは日本の試験と歴史を語る上で欠かせない部分だからです。ここで、視聴者のコメントからも見える通り、ロシアが北方領土を外交カードとして見ていないことは問題です。日本が経済支援をする一方で、その土地は返還されることは現状ではありえない。つまり、私たちに必要なのは戦略の見直し。ロシアに屈することなく国際社会に訴え、圧力をかけ続けることです。しかし、結局のところ、ロシアが北方領土を重視するのは地政学的な理由から、北方領土 あればオホーツク海ののの戦略拠点ととして利用ででききアメリカなどの敵国の動きを抑えることが可能ですからねそう考えると、私たちがすべきは対話を全く断絶せずに、北方領土に関する社会的な認識を変えながら、日本としてしっかりとした立場を保つこと、私たちの世代は各国の理解や支援を集めることは結果的にロシアを動かすきっかけになるかもしれません。最後に、北方領土問題への我々の姿勢は変えず、ただし日本の国益を第一に考えた戦略を持たなければならない、ロシアに一切の経済援助をしない強い決断と、 には必要ですさあこの問題について皆さんがどう思うかコメントで教えてくださいねそれでは今日はこの辺りでまた次の話題で物申しましょう